鍵の装具です。釣ったソフトクリーム上だけ、今回やるソフトは桃ですね。白桃アンド黄金桃。白桃と黄金桃って書いてあるやつがあるんですけれども、ありますよね。 これ読み方がわかんないんですけど、白桃を白桃と黄金桃っていうのが正しいんでしょうか。白桃と黄金桃は正解ですか。ちょっとわかんないんで、このパッケージ見てもどっかにパッケージ見てもホームページ見てもわかんなかったんで、ご覧させていただいたんですけど、北海道産生クリーム使用、国産桃果汁使用ってことです。こうなってます。ソフトクリームの上だけ、ソフ白桃&黄金桃。回しましょうか。じゃあ一コ見とこ。そこ何もなし。開封します。よいしょ。開封するとこんな風。見られますわ。めっちゃ桃の味。こんな風ですよ。こんな風。すかさずいただきましょう。今ですね、深夜なものですから、すごくこの濃そうってやってます。いただきます。こそこそと。桃だね。桃パクパクと進みますわ。コソコソとパクパクと簡単に進みますよ。今回このね、白桃と黄金桃って桃って書いてあるんだけど、味は一つだね。そこになんか出てくるのかな。味は一つですよ。この商品なんですけど、白桃、白桃と黄金桃って書いてあって、調べてみますと、微妙にこの2つの桃の味が違うって出てるんですよ。ですけど、これアイスを食べてみますと、この2つの桃の名前がついていて、味は1本というか、味は1つですよね。そうですよね。正解っていうか、そちらが赤字人形さんとしては、これ2つの桃の名前を出していても、味は1本ということで理解していいでしょうか。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。ああ、なるほど。滑らか、パクパクとコソコソと桃の味、滑らかですね。全部同じ味だよね。何か出てくるってことないんで同じです。金太郎飴的な。このすごい滑らか、きめ細かい、上質なデザートって感じ。まあ、深夜なものですから静かに参りますわ。これで終わりだな。美味しかったっす。いただきました。もう滑らか、上質、桃の味って感じでいただきました。ごちそうさまでした。今回簡単に参りました。
パクパクとコソコソと食べ進まさせていただきました。赤城の祖父、ソフトクリームの上だけ、白桃&黄金桃、いいのかな、黄金桃っていう言い方でいいのかな。これ見ると白桃、黄金桃、よくわかんないんだけど、味は一つでした。いただきました。ごちということで、この動画ちょっとでもいいなって思っていただけましたら、高評価のボタンをクリック、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。じゃあね、また次の動画見てね。バイバイ。アイス動画やってるよ。バイバイ。ガリガリ君のにしても面白いと思うんですけど、分からない時ありますよね。もう若干どっかに書いといてくれると助かるなっていうのがあります。はい、いえいえ、そういうことをお願いします。失礼します。ありがとうございました。いただきました。ありがとうございました。